こんにちは、みんなの素敵な楽園の巫女、白霊霊夢です。普通の魔法使い、霧雨魔理沙だぜ。そろそろ夏よね。暑いのは苦手だぜ。暑い時は山に涼みに行くに限るわね。食料にも困らないし。確かにアウトドアで作るカレーなんかは美味しいよな。え、普通野草とか釣った魚を食べるんじゃないの？え？さて、外の世界で一番暑い地域は岐阜県という地域らしいが、戦国時代、この地域において典型的な下克上を成し遂げた人物がいる。松永久秀の時に出てきた三大恐竜の一人かしら。その通りだぜ。しかし、悪人と断じるには忠義に熱い面を持つ久秀とは異なり、この人物は明らかに悪人だぜ。ということで、今回紹介するのは戦国三大恐竜の一人。上司を誅殺し、主君を追い落とし、美濃一国を奪い取った美濃のマムシ。斎藤道三。斎藤道三は主君である時頼宣を追い出し、美濃国を乗っ取った人物だ。織田信長の楽譜だった人物よね。斎藤道三はこれまで、油商人から一代で美濃国主になったとされていた。しかし、近年近江守護である六角義方が家臣に宛てた文書が見つかったことで、斎藤道三の美濃国の乗っ取りの話は親子二代によるものであることが明らかとなったんだぜ。一人で下克上をしたわけではなかったのね。今回はつい最近の歴史研究によって明らかになってきた斎藤道三について解説するんだが、今回は以前に紹介した5人と比較して残された資料が圧倒的に少ない。そのため、今後新たに発見される資料によっては簡単に定説が覆る危険性をはらんでいる。今回紹介するのはあくまで、現在わかっている資料から見た斎藤道三であることはご容赦願うぜ。斎藤道三の元々の名前は長井新九郎紀秀であり、父の名は長井新左衛門尉という。長井、斎藤ではなくて？斎藤道三の一家は価格を高めるために頻繁に姓や官位名を変えているんだぜ。わかっているだけでも三代で西村、長井、斎藤、一式と姓だけで4回も変えている。うわ、これはひどい。このように名前がコロコロ変わるのも斎藤道三の調査が難しい一因だぜ。道三の父である長井新左衛門尉という人物はこれまでの斎藤道三の前半生、つまりは僧侶から油売りに転身し、時家の重臣にまで上り詰めた部分の元になった人物だ。すごい出世した人なのね。ただ、この新左衛門尉の前半生は全くわかっておらず、ほぼ確実なのは、もともと山城国西岡出身で、明覚寺の僧侶であったことと、時家の小守護代、長井長弘の家臣となり、西村勘九郎に改名したことぐらいだぜ。西村に改名する以前の名前すらわかってないの？それだけ無名の人物だったんだぜ。この新左衛門尉が時家に仕えた時は彼が出世する絶好のタイミングだった。どういうこと？新左衛門尉が資料として登場するのは大永6年のことなんだが、これ以前の美濃国はずっと内乱が起こっていたんだぜ。そもそもの発端は明王の政変にある。明王の政変？明王2年、細川政元が反乱を起こし、将軍義胤が京都を追われる事件が発生した。それに伴い、美濃国では義胤とつながりの深い政房を拝着し、吉住派の四男元頼に家督を継がせようとする動きが活発化した。この動きは最終的に周辺の朝倉家や京極家、織田家を巻き込んだ大規模な戦争になった。この時から美濃国の騒乱は始まっていたのね。正確には応仁の乱からなんだが、そこは省略するぜ。この戦いは、実質的な美濃の支配者である美濃守護代、斎藤明順の活躍により政房が勝利し、家督を継いだ。この人は道三の関係者？いや、全くの赤の他人だぜ。美濃の守護は時家が継いでいたのに対し、守護代は斎藤家が継いでおり、この頃には時家の力を上回っていたんだぜ。しかし、この船田合戦の直後、斎藤家に悲劇が起こる。船田合戦の直後の明王5年、明順は元頼に味方した六角高頼を攻めたが、12月に農民の蜂起によって一族ともども自害した。さらに家督を継いだ又四郎も3年後に若くして急逝し、彦四郎の後見のもとまだ幼少の年長が家督を継いだ。そのため、絶大な権威を誇っていた斎藤家も陰りが見え、永正9年には後見人だった斎藤彦四郎が政房と争い、終わりに逃亡した。どんどん力を失っていったのね。ただ、この時明順の娘が越前の朝倉定影の正室であり、その娘が政房の嫡男である頼武に嫁いでおり、時家と斎藤家の関係自体は良好だったようだぜ。そして、新左衛門尉が仕官した頃、再び事件が起こる。何かやらかしたの？弟の元頼と家督を勝ち取った政房だが、今度は自分が家督争いを起こすんだぜ。政房の嫡男頼武の正室は越前守護の朝倉定影の娘であり、さらに定影の正室は美濃守護代の斎藤明順の娘だ。
そのことから頼武が美濃守護を継ぐのは混乱の続いた美濃やその周辺国のためにも当然であった。しかし、政房は頼武の弟である頼徳に家督を継がせようとしたんだぜ。もはや意図的に内乱してるとしか思えないほど暗愚だわね。その動きに対し、若き美濃守護代、斎藤利長は当然親戚関係である頼武を支持、再び美濃国内で内乱が発生したんだぜ。この争いは永正14年から始まり、翌年には利長側が勝つこともあったが、徐々に旗色が悪くなった。同年8月には終わりに追放された利長の後見人である斎藤彦四郎が美濃に入国したことで、斎藤家内でも政房側につく者が現れた。結局、同年永正15年8月に斎藤利長は敗れ、頼武と共に頼武の妻の実家である朝倉家に逃れたんだぜ。美濃守護代の力もここまで落ちたのね。しかし、翌年の永正16年6月に当主である政房が死去すると形勢は逆転する。頼武は朝倉景隆の援軍を受けて同年9月に美濃に復帰、頼徳側の斎藤彦四郎らを打ち破り無事美濃守護に就任したんだぜ。まあ、明らかに頼武の方に正当性があったものね。これにより、一連の美濃内乱も収束し、元の時、斎藤の体制に戻ったことで束の間の平穏が訪れる。束の間？この6年後の大永5年、頼徳が再度放棄したんだぜ。この時、近江では浅井助政が台頭しており、これに対し六角貞頼と朝倉宗敵が助政のこもる小谷城を包囲した。戦国時代の化け物おじいちゃんの一人ね。この頼武の援軍がいない時を契機に頼徳は斎藤利長の重臣である永井長広を味方につけ決起し、利長を討ち取ったことで頼武は再び越前に落ち延びた。そして当時永井長広の家臣としての仕上がっていた人物こそ斎藤道三の父、永井新左衛門尉だぜ。やっと出てきたわね。新左衛門尉はこの頃には西村勘九郎から改名し、上司である長広と同じ長井の名字を与えられていた。また、この裏切りにより長井長広と共に頼徳から徴用され、訴訟や徴税といった政治も長広と共に担当するようになり、一気に時家重臣として出世したんだぜ。しかし、内乱から8年後の天文2年2月、頼徳を支えた長井長広が死去し、3月には後を追うようにして新左衛門尉も死去した。この時、わざわざ京都から陰陽師、金の工事秋富を呼んで祈祷してもらっていたほどだから、時家の中で相当の地位にまで上り詰めていたのは間違いないぜ。何もないところからここまで上り詰めたのはすごいわね。そして、長井長広の後は嫡子である長井景広が継ぎ、新左衛門尉の後を継いだのが嫡子である長井新九郎の範秀、斎藤道三だぜ。ここまで6分解説してやっと出てきたわね。まあここら辺はどうしても前後の説明が必要だから勘弁願うぜ。斎藤道三が初めて資料に登場するのは天文2年6月だが、この時の道三の周辺を整理するぜ。まず、主家である美濃守護、時家だが、家督争いの連続で権威をかなり落としており、また、現当主の頼徳の兄頼武とその息子頼光が越前に落ち延びている。次に美濃守護代である斎藤家だが、一族の多くが死に、次々に守護代が入れ替わったためこの頃にはかつての権威を失っており、現在別の系譜の斎藤家である斎藤利重が守護代を継いでおり、斎藤正成や利高、利国といった斎藤一族が支えている状態だぜ。もはやボロボロね。ちなみにこの利国の孫が明智光秀の重臣斎藤利光だぜ。斎藤道三の一族ではなかったのね。このように、守護守護代ともに権威が弱まっている機会をものにして新左衛門には美濃国でも有数の実力者になるまで大出世を果たし、その後道三が継ぐことになったんだぜ。新左衛門尉の後を継いだ道三は翌天文3年に早速才覚を見せる。何かしたの？同時期に長井家の後を継いだ長井景広を討ち取り、長井家を乗っ取った。は？霊夢よ、今回の道三は間違いなく悪人だと言ったはずだぜ。この時景広が頼徳を裏切る動機は今のところないため、道三が頼徳に残言、あるいは自力で父を取り立ててくれた長井家を乗っ取ったんだぜ。いきなりよからぬことしてるわね。そして、才覚を見せた道三の元にいきなり試練が降りかかる。この翌年の天文4年7月、美濃から終わりにかけて流れる長良川の大洪水により、美濃に甚大な被害が出た。そして、内向とこの災害を機に、時頼武の息子頼光が母親の実家である朝倉家と六角貞頼の援軍を得て美濃に再入国しようとしたんだぜ。三度目の巻き返しね。この戦いの詳細は不明だが、美濃の西部から中部にかけて広範囲で戦闘が発生したようで、道三の頼木も討ち死にしているぜ。この義満方の巻き返しに対し、頼徳は翌年7月に朝廷に働きかけ、美濃守護任官を受けることで、美濃守護継承の既成事実化を図る。なんかやることが濃すいわね。
当然頼光方は止まらず、同年9月、頼光家臣の斎藤彦九郎が別府城に攻め寄せ、さらに朝倉六角の援軍もそれに合力した。この時は斎藤道三が出陣し大勝したことで、戦局は有利に傾くものの、やはり災害後に越前近江両方を敵に回すのは厳しかったらしく、翌10月には頼教は本願寺に助力を依頼している。その後の戦闘の詳細は不明だが、2年後の天文7年には和議が成立し、頼光は美濃に再入国を果たしたんだぜ。頼教が敗北したの？いや、和議後も頼教が美濃守護であり、頼光方の斎藤彦九郎らが頼教と共に幕府の依頼に対応しているため、頼教の後を頼光が継ぐ、という落としどころに落ち着いた可能性が高い。なんだか締まらない終わり方ね。この一連の戦闘で活躍した斎藤道三は、この頃には斎藤利政に改名しており、斎藤一族として認められただけでなく、美濃守護代である斎藤利重、頼光の側近斎藤彦九郎に次ぐ、時家のナンバー3としての地位を勝ち取ったんだぜ。でもこれって頼光が美濃守護になったら絶対復讐されると思うんだけど。何言っているんだ霊夢。そんな条約この二人が守るわけないだろ。え？和議成立後から5年後の天文12年、道三は頼光が居城としていた大賀城を攻め落とし、頼光を終わりに追いやるんだぜ。さらに、頼教はその前から六角家との交渉を進めており、時家の次女院が六角家に嫁ぎ、道三の嫡男義達が浅井助政の娘をめとることで、美濃と近江の間で強固な同盟を築いていたんだぜ。これにより、長年頼光方を支援していた六角家はこの時には頼教方になっていたんだぜ。保護にする前に援軍を寝返らせたのね。当然頼光や朝倉家が黙って受け入れるはずがなく、翌天文13年9月、越前から朝倉総敵、終わりからは織田信秀を主力とした織田家が、それぞれ北と南から同調して美濃に攻め寄せたんだぜ。これで4度目ね。朝倉織田連合軍は稲葉山城にまで攻め寄せたが、ここで斎藤道三が大活躍する。9月22日夕方、織田信秀の軍が夜になる前に引き上げたところを狙って、道三が一斉に信秀軍に襲いかかり、信秀軍を散々に打ち破ったんだぜ。この時、織田家は信秀の弟の信康を含めた織田一族や、織田信長に就かせた家老である青山信政も討ち死にし、5000もの兵が撃たれる大敗北を喫したんだぜ。織田軍の敗退により、朝倉家や頼光も撤退し、道三は大勝利を手にしたんだぜ。しかし、頼光はなおも抵抗を続け、2年後の天文15年には六角、織田、朝倉の仲介のもと、美濃に再入国を果たし、頼教道三と再び和議を結んだんだぜ。よく何度も帰ってこれるわね。まあそれだけ周りから見ても頼教と道三の方に非があると見られていたんだと思うぜ。前回で頼光側も懲りたのか、二人が再度裏切らないように斎藤道三の娘を頼光がめとることで、身分の保証と抱き込みを図っている。道三としても、これで時一族と親戚関係になったことになり、この時点で時家でトップの地位にいたと言っても過言ではないぜ。でもどうせまた裏切るんでしょ？いや、それ以上のことが起こるんだぜ。え？翌年から道三の下克上の嵐が美濃に吹き荒れる。頼光が美濃に帰国してから1年後の天文16年11月、頼光が24歳の若さで突然病死する。とうとうやってしまったのね。いや、この頼光の病死については当時時家の情勢に最も詳しかった六角義方らも創生としていることから、本当にただの病死であったようだぜ。まあ、病死のタイミングとこの後の道三の行動を見る限り、限りなく黒に近いとは思うがな。これを契機に頼光の弟である頼高と斎藤道三が争い始め、美濃は再び内乱が勃発する。頼光が死去した11月、斎藤道三は大垣城を奪還のために出陣し、救援に北信秀と戦っていた。この時の道三はかなり用意周到であり、すでに織田信秀への対抗策として、岩倉清洲織田家を味方につけていた。清洲織田家が信秀の居城である古渡城を攻撃したことで信秀は撤退せざるを得なくなったんだぜ。さらに、道三は今川家、そして松平広忠とも連携し、信秀を逆に追い詰めていく。翌年2月、これまで道三に味方していた斎藤一族の有力者、斎藤正義が暗殺される。おそらく頼方々についたため、道三に殺されたと考えられるぜ。同年8月、信秀は再び道三を攻めるが大敗してしまい、3月の安土坂の戦いを含め今川斎藤家に連続して大敗してしまう。そして、同年末頃、道三と争っていた頼高も道三により暗殺され、同じ時一族の兄弟も次々と毒殺あるいは暗殺された。さらに、この頃には美濃守護代、斎藤利重も資料から姿を消すことから、殺されたと考えられるぜ。もはや恐竜としての本性を隠さなくなってるわね。
このように、頼光の病死以降、道三の手により頼光派の人間が次々に殺されたんだぜ。同時に、道三は自身の娘を信秀の嫡男織田信長に嫁がせることで、長年争っていた尾張の織田家と一転して同盟関係になることに成功する。内向も外観も巧みに対処しているわね。そして、道三の毒牙はついに主君頼教にまで及んだ。詳細は不明だが、近年の資料研究により、天文19から20年の間に道三によって美濃から追い出されたんだぜ。結局長い間兄弟と家督争いして道三に乗っ取られたのね。この時、道三は近江の浅井助政、尾張の織田信秀と同盟関係にあり、また美濃尾張に多くの門徒がいる本願寺とも良好な関係を築いていた。さらに朝倉家はこの頃には当主の高影が死去したため、まだ若い吉影に代替わりしており、また、頼武頼光親子と争った頼教を援護するわずもなく、帝冠を取ったんだぜ。六角家は、頼教と親戚関係なんでしょ？この時中央では三好長慶が細川氏綱と手を組み、細川晴元三好政ながらに反落し、勝利するという大事件が起こっており、六角貞頼は頼教に手を貸す余裕は全くなかったんだぜ。国外で頼教に味方できる存在はほぼいなかったってことね。そして国内は一連の暗殺によって道三より格下の家臣しか残っておらず、この時期は絶好の下克上日和だったんだぜ。まあ、正直この事件は自業自得、兄である頼武から国主の座を奪った頼教に対する因果応報だと思うぜ。ただ、この付近の斎藤道三周辺の動きは未だに不鮮明であり、今後の研究次第では一連の流れがガラリと変わってしまうかもしれないことは注意する必要があるぜ。今回の筋立てはまだ確定的ではないということね。こうして美濃国を乗っ取った斎藤道三だが、用意周到に行ったおかげで下克上後も大混乱は起きず、束の間の平穏が訪れた。天文21年に、道三は織田家を継いだ織田信長と聖徳寺で会見し、その才能を見抜いた道三はその後積極的に信長を支援する。この時織田信長は東の今川家だけでなく、清須織田家とも対立しており、周りが敵だらけだった。天文23年1月、織田信長が水野信元の救援のために出陣した際には、安藤森成が指揮する援軍を名護の城に送ってる。これ城を乗っ取られるかもって信長は思わなかったのかしら。それだけ互いに信頼していたんだぜ。また、この頃には実権派握ったままと派営、家督を嫡男の義達に譲っており、一見すると斎藤家は安泰であるように見えた。しかし、これまでの悪用の報いがついに道三にも訪れる。弘治元年11月。突然義達は決起し、弟の孫四郎、騎兵士を斬殺し、道三に真っ向から反落したんだぜ。どうして？当事者の資料がないから真相は不明だが、この四つが主な原因とされているぜ。ただ、上三つは可能性として十分考えられるが最後については近年では真っ向から否定されている。この説は義達の母親である三好乃は頼教の愛称であり、道三が頼教から強奪した時に三好乃は義達を身ごもっていた、というものだぜ。私でも嘘くさいとわかるわ。この話は江戸時代の美濃国書家系譜に書かれているが、これ以前の資料や軍記物には一切出てこないため、近世に作られた創作である可能性が極めて高いぜ。ついでに、一般的に濃姫と呼ばれている信長の正室の母親は鬼の方と呼ばれ、明智光秀の叔母とされている。しかし、そもそも明智光秀は時一族である美濃明智家とは別の家系である可能性の方が非常に高く、一時資料には影も形もない話だぜ。義達の謀反に対し、道三はすぐに稲葉山城から退去し、金山城で体制を立て直し、義達と対陣した。この時義達は年直から繁華へ改名している。繁華？中国の古寺にある、高校のために父の首を切った人物だぜ。義達は父である道三を討つ正当性をアピールするためにこの方号を名乗ったとされているんだぜ。しかし、今現在その繁華の古寺は全く見つかっておらず、由来も由緒も未だに謎が多い解明だぜ。その繁華こと義達と対陣した道三だったが、今までの悪用の数々に美濃国人たちは内心では反発しており、この時、美濃国人の大半が義達側についた。まあ、あれだけやらかしてれば仕方ないわね。翌高知2年4月、両軍は激突し、道三は織田信長の救援が来る前に小牧源太に討ち取られた。恐竜も最後は実の息子に討ち取られたのね。因果応報、ある意味恐竜にふさわしい最後とも言えるがな。以上が長井新左衛門に斎藤道三の親子二代の一生だぜ。昔聞いた斎藤道三の話とはだいぶ違うわね。斎藤道三の話は、後世の軍記物による創作が広く受け入れられており、それが近年まで史実として受け止められていた。
この10〜20年、特に横山澄雄氏と木下聡氏らの研究により、残されたわずかな資料からようやく本来の斉藤道三がおぼろげながら見えてきているのが現状だぜ。もしかしたら道三も松永久秀のように評価が一変するかもね。確かに、現在の資料精査が進んだ現状でも不明な点が数多くあり、新聞書が見つかることで新たな斉藤道三像が生まれてくる可能性は高いぜ。これも今後の研究に期待ということね。ただ、道三の場合は永井斉藤時家を乗っ取ったのは事実だから、久秀とは異なり悪人としてのレッテルは変わることはないと思うぜ。新潮後期にも書かれているように道三は間違いなく恐竜であり、その最後も自業自得と言える。悪は必ず滅ぶということね。コメント返信コーナー。さあ、今回もコメント返信の方やっていくぜ。まず一つ目。ゲーミング PC で S2TW でもする予定？Python とかいうのを用いたデータ解析に使うと言ってたぜ。仕事で使うのね。まあついでにゲームもやりたいから買うんだと思うがな。二つ目。信盛は東方キャラに置き換えられなんだか。正直ウプ主の脳内では佐久間信盛像は戦国の信盛で固定されてたからな。すまん。戦国好きにとってはおすすめの漫画だぜ。三つ目。紅葉軍艦とかだと2万近いとされている。正直この時の織田援軍の数は諸説あるのは確かだ。援軍の数について記載されているのは紅葉軍艦、佐久間軍機、明智軍機、織田軍機、などであり、これらは構成の軍機ものである上に数もバラバラなんだぜ。一時資料には兵数が記載されていないのね。そのため、兵数については推算するしかないのが現状だぜ。確かに佐久間水の平手と織田家の重臣がガン首揃えているのに3000は少ないと思う。だが、家康が籠城を選択すると考えた場合、尾張美濃にかけて大量に守備兵を置いておく必要があること。ぶっちゃけ長篠の戦いまで信長は家康への援軍を渋ることが多いことから、佐久間水野らの兵の大半は所領の西三河東尾張の防備に割かれており、家康への援軍の兵はそこまで多くなかったとも考えられるぜ。その場合、総数は2万だけど浜松城に向かったのは3000ということかしら。まあ、資料がないからどれもたらればの話になってしまうけどな。四つ目。落ち目の武田支援する必要性がないと思う。この時点では武田家は別に落ち目ではないと思うぜ。天正3年5月に長篠の戦いがあり、同年11月に岩村城は落城した。そしてその1ヶ月後に水野信元は処刑された。長篠の戦い以前はずっと武田側が優勢であり、家康側は明智城や高天神城を落とされ、浜松城下を放火されている。このことから、水野信元がご詰めする気配のない信長や家康を見限って武田家に寝返っており、その証拠が落城した岩村城から出てきた、と考えても何の矛盾もないんだぜ。ただ、そんな証拠はどこにもないため、真相は不明というのが結論だぜ。最後、三淵富士秀とかマイナーな方向集とかは難しい。三淵富士秀なんかはマイナーな割には資料が多いからむしろやりやすいぜ。前回の山岡影隆のようにマイナー武将紹介コーナーで紹介しようと思います。最近要望が溜まってしまって申し訳ない。クオリティは下げたくないのでちょっとずつ消化していく予定です。また、毛利元就の解説についての応援コメントありがとうございます。専門家レベルまで掘り下げて解説する予定のため楽しみにしていてくれなんだぜ。他にもたくさんのコメントありがとうございます。また、この動画を広告していただいた皆様に感謝いたします。前回の佐久間信盛の解説動画は初めて3000回を突破しました。これも皆様のおかげです。また、前回の第1回マイナー武将紹介もいろいろな人に広告していただきました。みんなありがとうなのぜ。これらを励みにしてより良い解説動画を作っていこうと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。次回もぜひ見ていってくれなのぜ。また、ぜひ紹介してほしい武将がいればコメント欄に書いてください。それじゃあ、視聴者の皆様、さらばだー。